医療秘書科1年中村です。医療秘書科1年健崎です。受験生や KBCC に興味を持ってくださっている方へ KBCC のさまざまな情報をご紹介している KBCCTV。 今回は受験生におすすめのこの夏のイベントをご紹介します。夏休みどう過ごしていますか？夏休みは受験生の皆さんにとって進路選びの大切なシーズンです。そこで KBCC では受験生のために様々なイベントを企画しています。中でも毎年県内各地からたくさんの高校生が参加して、特に好評なのがオープンカレッジ。もちろん私も参加したのですが、オープンカレッジはKBCC でのカレッジライフをいろいろ体験できるとっても楽しいイベントです。オープンカレッジでは自分の興味のあるコースの模擬授業を体験することができます。予定している模擬授業は、目元を整えて魅力を2倍にしようというメイク講座や、カラーコーディネート、オリジナルキーホルダーやエコバッグ作り、処方箋の秘密、テーブルマナー、病院の窓口体験、税金の豆知識、スマートフォンプログラミング、じゃんけんゲーム作りなど盛りだくさんの内容です。このほか私たち学生や先生たちとのランチタイム交流会や学科説明会などもあるので、 KBCC に興味のある人や進路に悩んでいる人たちにはとってもおすすめのイベントです。日程は7月29日、8月12日、21日、30日。夏休み期間中は遠方の方も参加しやすいように毎回無料送迎バスを運行します。受けられる授業は日程によって違いますが、何回でも参加できます。一人でも、友達と一緒でも、保護者の方と一緒でも楽しめるので、興味のある方はぜひ参加して KBCC の魅力を体感してくださいね。また日中は忙しいという方のために夜の学校説明会も開催します。日程は8月20日午後5時半から8時までの都合のいい時間に参加できます。学校の特徴や各学科、コース、取得資格、就職状況、学校生活、学費など様々な説明を行いますので、気軽に参加してくださいね。皆さんの参加待ってます。